デビューした頃ずっと色物だって言われて、お前はリーグに上がるなって SNS で書かれたり陰で言われてきたりたくさんあった。PPP だって団体として色物としてずっと見られてきたけど、自分を信じて仲間を信じてやってきたら、こんなに応援してくれる人がたくさんたくさん気づいたらいて、ここまで来ることができました。でも正直今 PPP はすごくピンチで、来月後楽園ホールを控えてるのに8ステージが怪我でもしかしたら欠場するかもしれません。でも私も PPP も今までピンチをチャンスに変えてきました。だから今こそチャンスだと思ってます。ピンチをチャンスに変えるので、これからも私たちのことを応援してほしいです。よろしくお願いします。今日ここまで足を運んでくださって本当にありがとうございます。よかったら5年1月の後楽園ホールも